こんにちは、陳田正樹の吉田です。本日は、奈良県桜井市でございますクレアル21のご紹介をさせていただきます。こちらの物件なんですけどもね、非常に綺麗にですね、室内の方をリノベーションして、新しく入居者様をお待ちしている状態の物件となりまして、おすすめのアパートとなっております。本日見ていただくの2階部分になりまして、非常に明るい、日当たりがいいバルコニーがついているのも特徴ですね。一番バルコニーになるんですけどもね、非常に明るくて風通しがまたいいですね。すごく風がよく通ってますね。室内は広々とした 2LDK になっておりまして、このような洋室ばっかりについていただくことになります。こちらまず一つ目の洋室ですね。リビングは洋室ですね。圧巻の収納力ですね。本当に非常に大きな収納がついております。それではリビングの方に戻ってまいりまして、こちらリビング収納ですね。このようなクローゼットタイプ便利ですね、はい。それからこちらエアコンになるんですけども、こちらのエアコンも設備となっております。すごく強力ですね。リビングは1台で十分だと思います。はい、それではこちらがモニター本になります。カラータイプとなっております。続きましてこちらキッチンですね。キッチンもいいですね。上にもね、綺麗です ね。下も長いので綺麗ですね。こちらね、このようなすごく便利なんですよね。こう洗ってもらうのにね、シンクを洗うのにとても重宝する、そんなレバーとなっております。はい、続きましてこちら水回りになりますね。まずは洗濯機置き場です。こちらが洗面台となっております。奥がお風呂場ですね。こちら開けていただきますとトイレとなります。トイレ洋式タイプのオシュレット付きとなっております。こちらもね、ドア開けますと玄関で、玄関も綺麗ですね。本当に使い勝手良さそうな感じで。こちらは玄関脇の洋室です。こちらでだいたい5畳からそうですね、6畳がないかなぐらいの大きさになると思いますね。非常に寝室にしていただくのに使い勝手いいお部屋だと思います。こちらのですね、物件のご紹介の方は以上で終わらせていただくんですけれども、詳細の方はですね、私ども賃貸の大崎のホームページにでは載せておりますので、またそちらの方のご確認よろしくお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の大崎では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。